というわけで皆さんこんにちは、マコです。そう、私は今スペインのマヨルカ島というところに来ていて、今回はね、このマヨルカ島の物価調査、あとはどんなものが売っているかっていうのをちょっと紹介できればなと思います。で、本島ではないのでね、若干こう値段は変わってくるとは思うんだけど、参考まで見ていただければと思います。早速行きましょう。というわけで着いた。2つ目、メルカドーナ。このね、メルカドーナっていうスーパーはなんかいかにもスペイン語っぽい名前だよね。そう、このメルカドーナはスペイン発祥ね。もうスペインを中心にこう展開されてるスーパーマーケットらしいので、よりね、ちょっとこうなんていうの、よりちょっとローカルっぽいものが見れるんじゃないかな。値段のね、違いもさっきのリドルとちょっと比較して見てみたいと思うので、早速行っちゃいましょう。まずはスペインといえばイベリコ豚。このネタちゃんたち見て、これとかさ 3.6 ユーロ、安くない？この大きさ、このサイズ。この生ハムとかもさ、日本じゃ多分300円ぐらいするのが 1.99 ユーロ、安っ。でさ、ちょっと面白いものがある。ここで注文してスライスしてもらって、ここで量り売りと。すごくない？これその場でスライスしてくれるんだよ。すごい、さすがスペイン。ほら、これやばい。キロ売りかな。で、18.95 ユーロ、すごい。パンもやっぱり自分で取るスタイル。このクロワッサンの 0.29 ユーロ、40円ぐらい、35円ぐらい。26枚切り、でかい。これで 1.25 ユーロ、安すぎる。これ見て、外の周りの耳を取ったもう真ん中の白い部分だけ、これ 1.30 ユーロなんだけどさ、これさ、こういうなんだ、ダブルソフトみたいな感じでさ、あんまその外側の耳を好まないのって日本ぐらいだと思ってた。好まないっていうか、好まない人が多いのか。そうそうそう、こっちの人はやっぱ日本のパンは柔らかいって言うぐらいだからさ、硬いパンが多いんだけどね、ああいうのもあったりするんだね。多分この辺はパーティー用のケーキかな。ほら、この辺、このキャラクターのケーキ、ちょっとどれかわからないんだけど、でも1500円もしないぐらい、どれも。ほら見て、このケーキのコスコとかになりそう。でね、6つ分ぐらい。これ多分この辺かな？安っ。さっきみたいにフランスパンもさ、こうやっていっぱい種類ある。多分それぞれ名前が違うんだろうけど、どれもさ、こんな感じで安いよ。サイズ変わらんから、日本と。こっちにもパンがあった。すごい。こっちのね、プレッツェルはめちゃめちゃ美味しいんよ。これ 0.49 ユーロ、そう、安い。見てこれ、巨大メロンパンみたいな。全然違うと思う。この大きさで手2個分ぐらい、 1.50 ユーロ、安い。ね、見て、すごいもの発見した。豆腐、すごくない？これ 2.0 ユーロ。ヨーロッパで
そもそもアジア系のスーパーとかあるけど、なんかそういうところ行かないと絶対に日本のものって手に入らないんだけど、すごい豆腐が売ってるよ。チーズいっぱいあるね、相変わらず。で特にこれ見て、こんなんさ家庭で使うサイズじゃないよ。これでちょっといくらかわからないんだけど、 14.36 ユーロだ。なので、まあ、2000円ぐらい。こんなん多分日本で買ったら3000円4000円ぐらいいっちゃうよ。あ、すごい種類がすごいよな。この辺もさっきの豆腐と同じブランドだ。有名なのかもしれない。これでも 4.79 円。はあ、安い。ちょっとさっき紹介しきれてないかも。チップスコーン、この辺全部チップスなんだけど、見て、さっきと同じブランド。これで 1.20 円。これもこれでしょ。何ていうか、フレーバーがいろいろ出てる。さっき調べたら、このブランド、さっきの豆腐と同じブランドなんだけど、これスペインのブランドらしい。そうそうそう、すごい。やっぱね、その国のブランドのものはやっぱ安いね、当然のことなんだけど。あとはこっち、こんな感じで日用品、ペット用、あとはこんな感じで、なんだ、掃除用具とかかな。っていうわけで次、もうね、スペインといえばスペイン料理で、スペイン料理といえばシーフードでしょ。ここで注文して、あそこで量り売りをしてくれるの。めちゃめちゃフレッシュでしょ。すごい。なんかこういうところがあるよね、スペインって感じよね。このアンチョビ、これもなんかスペイン料理のイメージあるよね。ちょっと相場がわかんないんだけど、でも買おうと思える値段じゃない。これもアンチョビなんだけど安い。やっぱ結構さ、どこもこのブランドだわ。もしかしたらこのメルカディーナの出してる自社ブランドかも。そう、あとさ、あんまり詳しくないんだけど、これこっち多いんですよ。これこの硬めの、なんていうの、ラスクみたいな、フランスパンのもっと硬いやつ、ラスクみたいなやつか。これをなんかアペタイザーとして出してるお店とか、まあ多分家庭とかでも食べてるんだろうね。こんな感じでいろんな種類、いろんな形があってさ、ここにサラミとかチーズとかトマトとかサーモンとかクリームチーズとか乗せて食べるっていう、まあ、値段はちょっとこんな感じで相場わかんないんだけど、そう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 、こういう料理多分みんな見たことあると思うけど、ね、あとはワイン見てくれ。しかもまたこれとか 1.40 ユーロ、180円ぐらい、200円しない。そう、もうさ、ここにある今ずらっと並んでるワイン、見た限り500円以上のものがないでね、本当に美味しいよね。こっちが白ワインだね。種類はさっきよりも少ないかな。
じゃあみんな、じゃあ最後にこのエリアを見せなきゃでしょう。セルベッサービール、こっちもセルベッサービール。これみんなに見せたかったビール、クロンパッハ。これ美味しいからぜひ日本で探してみて。これね、まあ小さいサイズ350ml なんだけど、6本で3ユーロで1本50ユーロ。そうそうそう、これね、これも同じやつね。 でね、スペインわかんないけどドイツの人はよくこれをね、パーティーとかでね、ホームパーティーじゃないけど買ったりするっていうのは聞いたことがある。キュー。ああ。あ、これさっき紹介したね、スペインのビール。これで1本 0.89 ユーロ。ギネスのアイルランドのビール。1.3 ユーロ。あれ、スペインのビール。これアルコール系だ。これで 2.67 ユーロ。安っ、いっぱいでしょ。ビールの種類もこんな感じと、ね、さっき見せたハイネケン、こっち12本入りで1本80円ぐらい。どう？安くない？日本じゃ考えられない。さすが、さすがヨーロッパです。こんな感じかな。うん。というわけで今日のビール買っとこうかな。せっかくだしスペインのビール。というわけで出てきたメルカドーナー、ありがとうなというわけでこんな感じの物価調査でした。どうかな、まあでも安いと思うし、しかもあの島だからね、船なり飛行機なりを挟んでこう運んでくるっていう割には種類もめちゃめちゃ多いし、あとは安いだからもうね、予想してたよりもはるかに安かった、びっくり。まあこんな感じでぜひね、まあマヨルカともしくはここのスーパーに関しては多分スペインとかでも行けるので、見つけた際にはちょっと寄ってみてください。お土産とか買うのもベストだと思うのでぜひ行ってみてチェックしてみて。というわけで今回の動画これで終わりたいと思います。今回の動画も良ければサムズアップ、サブスクライブよろしくお願いします。今回も見てくれてムチャスグラシアス、また次の場所でお会いしましょう。ビスバーズ、アディオース。We had a forget for now. In order to survive, we put our past aside just to stay alive. But when we're done in this city, we'll go.